こんにちは、ハノンのさとみです。今回は実家の方に帰ってまいりました。母と倉敷の美観地区で待ち合わせをして、こちらの竹の屋別邸さんにやってまいりました。なんと母がアフタヌーンティーをしたことがないということで、こちらを予約しました。お庭がとっても綺麗な個室です。最初の一皿目は、だし香る高原野菜と道明寺蒸し。次にやってきたのはハッスンです。旬を味わう料理長こだわりの一皿、こちらは手まり寿司です。まず一番上がこちら、いちごのクッキー種でございます。はい、中にはいちごのカスタード、上にはいちご風味の生クリームと岡山県産のいちご、あとシュトレーゼルといってサクサクしたお菓子をホワイトチョコでコーティングしたものが上に載っております。次の段がこちら、マロンのダック味でございます。こちらはラム酒が効いておりまして、中のマロンクリームの中にラム酒に漬けた刻んだマロンが入っております。次の段がこちら、ほうじキャラメルムースでございます。岡山県の美星町で採れましたほうじ茶葉を使用しておりまして、ほうじ茶のムースを作っております。その中にキャラメルのムースが入っております。上には生クリームとオレンジピール、オレンジのお酒を使ったジャムが載っております。次の段がこちら、チョコレートのカヌレでございます。中はもっちり、外はパリッと焼き上げておりまして、上にはフランボワーズのジャムが載っております。次の段がこちら、桜大福でございます。中には桜あんが入っております。上に岡山県産のいちごと生クリームを添えております。でグラスに入っておりますのがこちら、下が桜のパンナコッタになっております。上には岡山県産のいちごと、あと桜のジュレが載っております。あと、ちょっと分かりにくいんですけど、ホワイトチョコが上に載ってると思うんですけど、はい、型が取られているんですけど。ああ、桜の。そうなんです。わざわざ。わー、すごい。なかなか気づかれないんですけど。はい、ああ。何て言われたい。ああ、かわいい。はい、小皿にありますのがこちら、そばボーロのチョコレートがけで、上にアクセントとしてそばの実が乗っております。じゃあペアリングの高橋子ちゃんもすぐお持ちいたします。はい、こちらのそば茶ジュレと季節のフルーツでアフタヌーンティー終わりました。全部とっても美味しかったです。こちらの喫茶エルクレコに行こうとしたんですけれども、奥にあるコーヒー缶もいいよねっていうことで、そちらに行くことにしました。エルクレコはまた次回です。春の訪れをお祝いするイベントでしょうか。倉敷春宵あかりというのが開催されていて、川沿いに和傘が飾ってあります。夜になるとライトアップしてすごく綺麗だそうです。行ってみよう。母はウィンナーコーヒーで、私は琥珀の女王というのを注文しました。琥珀の女王は水出しコーヒーの上にミルクと蜂蜜とリキュールを表面に浮かせたコーヒーなんだそうです。これをゆっくりと混ぜずにね、味わうんですね。お店の雰囲気も素敵だし、
ゆったりと過ごせる場所です。父の三回忌も無事に終わり、いつもよりゆったりと実家で過ごしました。行ったことないところにね、向かっております。近所なんですけどね、卵が美味しい高田の卵です。高田の卵です。卵かけご飯をいただきました。すごく美味しかったです。ここのお醤油、出汁が入ったお醤油も美味しくって、私はでもお土産にバームクーヘンを買いました。今回帰っている時期はもうとても暖かくてですね、庭に椅子と机を出して、実はベロ出し部屋を作ってました。本当にのんびりできました。帰りに竹の屋さんにまたしてもやってきました。先日は別邸だったんですけど、こちらはお蕎麦屋さんです。母はトマトソースのお蕎麦と、イタリアンな感じのやつですね。私は普通のお蕎麦です。やっぱり素敵なお庭を眺めながら食べられるっていいですよね。最後にデザートのそばプリンもいただきました。ヒルゼンのおそば美味しかったです。こちらの大正時代の洋館は観光案内所です。何回来ても楽しめる倉敷美観地区です。また来ます。今回お酒飲んでないんじゃないかと思われるかもしれませんが、実家でたくさん飲んでた私でした。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。